どうも、アニちゃんです。今日はくら寿司に来てます。11月3日から鬼滅の刃とくら寿司のコラボがまた始まったみたいなので来てみました。今日はいっぱい食べてビッグラポンやっていきたいと思います。11月3日からのキャンペーン内容はこちら。会計2500円ごとにプレゼントが当たります。第1弾は下敷き、第6弾まであるので要チェックです。ビッグラポンで当たる景品はこちら。種類が多いので推しを当てるのが大変ですね。限定のコラボメニューはこちら。私は天元さんのサンマッチが欲しいので、それを当てられたらいいなと思います。でも全部可愛いから何かしら当てていきたいですね。全然ビッグラポン当たんないので頑張って食べていきたいと思います。じゃあ鬼滅の刃のコラボのメニューを頼んでみたので紹介します。まずはこちら、煉獄杏寿郎の炎の炙りチーズサーモン。煉獄さんがすごいかっこいい。美味しそうです。炙りって美味しいよね。次は乳酸菌ウォーターいちご、ねずこちゃんバージョンです。今回シールがこうやって別についてくるんですね。次は乳酸菌ウォーターのメロン、これも炭治郎バージョン。シールとっても可愛い。今回のキャンペーンは以上の3品になります。では食べていくよ。今日は助っ人を2人連れてきてます。乾杯。イエーイ、いっぱい食べるぞ。めっちゃメロン。では煉獄さんいただきます。うまい。炙りサーモンは うまい。恥ずかしい。50皿はいかんといけんな。1人何皿や。こっちらはそうお酒飲めるから50皿食べて、でお酒も飲んで、あ、シャリショーにすりゃいいんだよ。そう、てかさ、カニのフェアがめちゃくちゃ美味しそうなんだよ。食べたいね。食べたいよね。大ちゃんだ。もう行きたくなかった。本当大変だ。すごいよね。この煉獄さんもらえるの？もらえる。いる。コースター。これ大東西区みたいな。確かに煉獄さん濃くくれ。でもユニバスで、なんか鬼滅コースターも、うん、無限列車にこう自分が乗って VR で、目の前でめちゃ炭治郎と煉獄さんが戦うみたいな。鬼と戦う、あの眠りなさいみたいな、うん、あの人とずっと戦ったのに、不要にもめちゃくちゃ襲ってくる。あ、じゃあ自分乗客なんだ。そう、守られて行きたい。あとジェットコースターはね、ハリドリーはいつもなんか音楽を聴きながらジェットコースター乗れるやつ、うんうん、鬼滅バージョンで。あ、そうなの。そう、なんか私グレンゲとかがさ、軽快に流れるのかなと思ったら、炭治郎がずっと喋ってる。ウケる。うわっ、わーとかね、めっちゃ落ちて、お、カブの表面うわっ、わっしょーい。煉獄さんがめちゃくちゃ楽しみ。楽しそう。煉獄さんめっちゃいいキャラしとるよな。私もちょっとお酒頼もうかな。チューハイレモンだな。イエーイ、レモンサワー来ました。乾杯。これ形が取らんのじゃ。ごちそうさまで。うなぎシャリハーフちっちゃ。マジ今17皿。何これ、しょぼ。全然写真と違うんだが。すぐお腹いっぱいになる。いけるっしょ。私のお酒、私のレモンサワーが来たぞ。どこさ、飛んできた。お待たせ。混ぜたりして、じゃーん。ごちそうさまです。50皿食べました。ビッグラポンは10回できます。で、サイドメニュー携帯の方でもやったので、こっちでは8回プレイができます。全部で18回プレイができます。では今からやっていくよ。はい、では携帯の方からプレイしていきます。はい、はい、外れました。2回目いきます。
はい、はい、外れました。何もゲーム性がない。そう、マジでこれはさ、あっさりすぎて、はい、外れました。マジでこれ携帯のやつ本当当たらんのよな。花火から来い来い、当たり当たり当たり、おお、当たった。あ、すごい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 、やったー。おお、黄色です。よし、じゃあ開けるよ。なんだろうな、電源来い。イノスケだ、かわいい。箸置き、箸置きじゃん。うん、箸置き当たりました、かわいい。よし、じゃあ次行きます。はい、はい、外れました。はい、外れ。どうだろう。おお、すごいじゃん。え、すごいすごいすごい、めっちゃ当たるやん。よいしょー、ピンク。ピンクはどうだ、ねずことかじゃないかな。ねずこ当たりだよね。ね、いくよ。ねずこだ。ラバーアクセサリーのねずこちゃんが出ました。かわいい。いいペースじゃないですか。いいペースですね。いや、めっちゃ当たるじゃん。ね、この調子で天元さん来ないかな。じゃあ次、はい、あと1プレイです。こっちやります。おお。はい、ではこっち終わりました。次、お皿の方をやっていくよ。お皿入れていくよ。はい、おー、すごい。え、かっこいい。当たるね、これは。うわ、かっこいいな、めっちゃ。おお、外れた。面白い。何これ。2回目いきます。おお、すごい。炭治郎ならいけるでしょ。あ、まだ成長する前の炭治郎だった。そう。次いきます。さあ、かわいい。いける。この人は足が速いから。おお、やったー、当たった。すごい、イノスケめっちゃかっこよかったな。あ、しかも色がイノスケ色だよ。本命が当たっちゃいました。持ってます。満足だね、これは。あとでも、そうそう、缶バッジの電源さんが欲しいので、そっちを狙っていきたいと思います。お、またイノスケさん。いやー、2回目だね。イノスケ頑張れ。おお、うさぎ。外れが見れたということで、じゃあ次行きます。あ、また全員だ。次は頑張ってほしい。おい、全員頑張れよ。お、炭治郎主人公頑張れ、主人公頑張れ。やってくれるかな。お兄ちゃんだからいける。ね。お、うーい。からの、ないね。おい、炭治郎。なんでた。三パターンなのかな。はい、ダメです。ダメじゃん。マジ煉獄さんパターンないんかい。早くもあと3回になってしまいました。頑張れ。
い。マジで。やばいね。あと2回。あと2回です。頑張れ全員つ。可愛い。よっしゃ。じゃあラスト。ラストです。ラストはもうきついよね。お最後炭治郎がやってくれるかな。あの光出てた。あの光出てたからね。ちょっと違うからね。あたりは。死んだ。そうか。そうか。でもいっぱい当たった。はい、では今日はくら寿司で1万円分食べて何回できるかを当たるかチャレンジしてみました。結果は18回やって4個当たりました。欲しかった天元さんも当たって、ねずこちゃんかわいいの2個当たって、箸置き、伊之助の箸置きは普通に使えそうで、どれもかなり当たりだったなって思います。でビッグラフも全然当たんないと思ってたから、18回中4回は本当に結構当たったのかなと思って、手伝ってくれた2人に感謝です。いっぱい食べてくれて。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。鬼滅のくら寿司挑戦してみたい、参考になったよって思った方はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。はい、1万円食べたので2500円の下敷きを4枚全種類ゲットできました。こんな感じ。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目。めちゃめちゃいい。しかも質がすごいいいです。やったね。